よいしょ。あ、ピン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 、あ、ピン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 。よし。ヒカキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。エデンタイムアタック目指せ7分台。いきます。弱点がちょっと違う。ずれてる。ただ悪くない。いけ。あー、まあいいでしょう。ずれちゃうんだよね、これやっちゃうと。はい、サンダーバード倒しに行きます。オッケー。最初下っても後半うまくいけば挽回もできるんで頑張ります。とりあえず防御は上げて毒は出して、ワープはもう運任せ。オッケー、オッケー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 。もうこのセンサーみたいなのをガン無視でいきます。次のサタンでいけそうなので、ここはちょっと縦貫します。オッケー、いざいざ目指す7分。おーっと、そっか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 、ちょっと弱点が。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。まあそんな遅くはないかな。はい、バトル2。ここで SS も溜まるんで、ガンガン撃って突破していきたいと思います。玉竜かな。よし、玉竜はとにかく毒を出したり、自分自身が防御を上げていく。どのサタンか分かんないから、一瞬でも弾いていかないと。はい、赤ちゃんは倒しながら行きたい。よしよしよし、これでティターン直列化。ん、あーあー、いいね。左の方にいる。あー、どうだ。よしよし、オッケー。ここで SS で、ティターン倒します。うっ、倒せるかなこれ。嫌な予感。よし、オッケー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 。で、できるだけサタンを下配置の、センター下配置でできるだけ突破したい。あー、少し回復したい。そしていけるか。サタンいい配置、倒せ。使えばよかったー。うん、ラッキー。運もちょっとこれあれじゃない、味方につけてるんじゃないですか。使っていきます。かなり角度つけていかないと多分これ減速しちゃう。いけ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 、よし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 。とにかく SS はもうもったいないけど、1段階で基本は使っていきます。位置が悪くなければ。あー、アビロック最悪だけど突破。早い早い早い。で、ここは中ボス上にいるやつかな。ここは楽。あ、サンダーバードから。防御上げて毒出して。で、ここは焦らず、SS 使いながらサンダーバード倒す。はいはいはい。あ、上からにしとこう。エデンはしっかりと貫通しておきたい。よし、ナイス貫通。かなりナイス貫通。これもうサンダーバード無視でいけるかも。いけるか。よしよしよし、毒で倒れました。で、うっ、剣取りたかったけども、もう玉竜がたまるからいい。早い、ここまで早いぞ。3分23。この次ボスでしょ。早いぞ。ここエビ虫。あ、サタンが1体いいとこにいる。ちょっとここは、あ、ずらすなよ。1体めっちゃいいとこいる。ずれるな。ピンとか言って出るなよ。ピンピンすんなよ。ピンピンだけはやめろよ。よし、おい、いけ、倒せ。うわー、早い。結構食らってっけど早い。撃ちます。あー、ゲージミスったけど、やばい、ゲージミスると全然あれだね。ちょっと HP が、あー、危ねー。突破。よし、ちょっと HP がやばいな、急ぎすぎて。そして玉竜を撃てていない、それが一番心配。玉竜3体に当てたいんだよ。2体でもいっか、最悪撃ちます。本当は3体に当てたいんだけど、そろそろ撃たないと遅くなっちゃうので、
前なんか3体にうまいこと中ボスで当てたんだよね。打ちます。はい、結構角度つけ目で届けるぜ。ティターンを無視するとはどんだけ怖いことになるか。ただ上のティターンは多分サタン、攻撃アップサタンがいるんで一応いっとこう。あーやばい、これはやばい。ちょっと待って、これ死ぬ可能性がある。ティターンってあと2ターンとかだよね。ティターン2ターンだよね。よし倒せ、倒さんと終わってまう。いや、お、あ、う、あ、ん、ぷっ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 、大丈夫だ。頼むよ、あぶねー。ちょっと遅くなってきたかな。こういう時のコーヒーだ。5分30。 SS がたまんないんだな、意外と。ちょっとここが負けそうな気がする、焦りすぎると。ちゃんと少し周りも見ながら目ん玉どかしながら行こう。5分30、あと1分30ぐらいか。7分。あー溜まってる。あはっ、はい、いけこれ上がってないサタン。だけど強いから大丈夫。強い、いけるいける。7分台いける。でさあミスターサタン、ミスターサタン、よし、スーパー強い。ふい、いけよ、毒、これ毒で、ちょ、よし、いた、いたいたいた。6分。あー1分くらいしかねえのか。7分って結構むずいな。1分30秒。ただ SS これ全員溜まりそう。サタン SS から、はいやー、ファイアー、ロックロー、よし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 。1番目のサタンもたまるね。ワープ気をつけて、はい、よし、いいぞ。エビル倒した、早い早い早い。ここで倒してえな、ここで倒して。ブロックが動くよね多分。これ横で動くしかないかな。あやっちまった。そして玉竜倒せるかこれ。あーもったいねえ。最後10秒ぐらいロスしたな。あ、取っちゃった、取っちゃった、取っちゃった。7分はでも絶対いってるっしょ、いってるっしょっていうか8分は切ってるっしょ。悪くなかったぞ今、悪くなかった。どうでしょう、ドロップなし。ただどう、7分29。早い、結構早い。これほんと早い人多分5分台だな。うん、全部ねシャシャシャンってうまくやればね。あとはもしかしたら SS を2段階貯めて確実なとこに配置して一発の SS で中ボスからボスから倒していく方が早いのかもとかも迷いましたけど、目標達成です、よかった。もう一回来ていいな、もう一回行こうかな。さあ2回目でございます。まあそううまくいかないと思うけど、さっき結構何気にうまくいってたからな。身がすごいなこれ、みんな2個食べてるから。ここがね1回でいけるといいんだけど、いけないんだよ。もうこれしょうがないから、あ、左に剣があるから、玉竜右行きます。でサタンで左の剣取りつつワープ入っていきたいね。そうしよう、こういう感じで剣取ってワープ入って、よし、ナイス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 。ずれてしまってるけどここで揃うので、頼むよ、ゲージ大事、頼むよ、よし、あああ一番嫌なパターンね。うーわー、タオさん、よし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 。これ玉竜でなんとか頑張れるパターンですかこれは。頼むよ。玉竜だときついんだよ。サターン、サターン、きついか、上から出ろ。あーきつい、くっそ、地味にきつい。ただ後半で一気に攻める、もう
無理なもんは無理だ。よし、ここで SS で突破します。斜めってるけど、はい、これで戻ってくるから多分大丈夫。バトル1はちょっと遅いけど、こっからだね。 SS も溜まってるし、こっから中ボスで巻き返そう。玉竜、よし、毒出して天使ちゃんたちは溶けていく。この斜めってる状態でティターン倒してみたいよね。えい、行け、上まで行っちゃえ。いいダメージじゃない？これで逆になっちゃうけど、ここでも撃っちゃう。はい、2体倒せるかな、これで。いける、いけ。あー、惜しい。毒じゃまだくたばらない。みんなを下に下げていきたいんだけど、下がんないなこれ。ただね、エビルは風でね、吸い寄せてくれるの分かってるから、もう直でいきましょう。あー、よし、で風、ナイス風、お前さんの風最高。入ってけ、よし、早い、非常に早い。サンダーバードもかわしている。どっち、うわ、いい突破。ちょっと早いよ、ちょっと早くなってきた。オッケー、バトル1のロスをちょっと挽回できてる気はする。さあ、これはサンダーバードのところ、撃ちます。はい、できたら2段階でも貯めたいんだけどな。よし、もうこれサンダーバード無視だな、これ。むしろサンダーバードなんて倒す必要ないんだね。よし、ここいらで、はい、倒せ。よし、生きてる、やばいやばい、サンダーバードやばい。よっしゃー、大丈夫だ。ちょっと心押すしちゃったね。よし、ただそんな遅くないよね、3分ちょいぐらい。あれ、さっきより20秒ぐらい遅いかな、これ。さっきより20秒遅いかも。ただここ早く切り抜けよう。よし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 、で玉竜使おう。2体には当てたい。うわあ、使わないとこ。ああ、逆流した。右のサタンで倒したい、なんとかして薄く入ってって。ああ、こっちじゃない、このサタンでなんとかしよう。これ何も変わんないよね、動き。オッケー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 。え、こっちじゃない、待って。こっちじゃない、遅い遅いわこれ。そしてもうなんか倒せちゃいそうだから、じゃあ SS 貯めていこう。これで下配置していけば次のボス位置で一気に倒せる。オッケー、ちょっと遅いね。うん、4分44、あと2分何十秒しかないね、さっきの記録超えるには。よし、撃ちましょう。はい、下の2体には当たる。よし、わあ、惜しいね、今惜しい。3体まで考えて、もっと強欲に行けばよかった。はい、撃ちましょう。あー、こっち下のやつで行く。こっちは取っておく。これ真ん中に入れたらなーって感じだよね。おっ、ブーツが上行くなよ、入ってくれ、頼む、下入ってくれ。よし、うっ、あ、惜しい惜しい、痛い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 。ちょっとここで、ここでちょっといいよ。で5分33、あれ、さっきより、あー、同じような感じか。あー、横しかない、もう位置が悪い。あー、こんなもんか。で、下のサタン、あー、サタンじゃねえ。うおー、早い、玉竜早い。ちょっとここ遅い。はい、これは倒したかな。よし、オッケー。どうでしょう、6分くらいいってるか。でもこれでもさっきより早いんじゃない、これ。
あれ？ただここがね、SS が何も溜まってない。うわっ、早い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 、目指せ6分台。これ上上、サタンどっち？右。ワープから外れたよ。あー、上から行けよかったかな。うわー、焦るわ。これでもう行ったんだ、あと。ちょっと最後テンパっちゃったけど、さっきより早いかな、これもしかしたら。さっきは7分29、超ダメだったけど、どうでしょう。やっぱだんだん下手でも上手くなってんのかな、立ち回りが。落ちねえなこれ。え、7分4秒、7分4秒。これでこれ6分、目指せ6分だなこれ、目指せ6分だこれ。このヒカキンゲームズ、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そして、よければ他の動画も、関連動画などからぜひぜひご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。バーイ。